血の力によってお前を呼ぶ。その名をもって乞う。この声を聞き目覚めよ、デア。血で結ばれし者のもとへと導け。男爵は酔うと怒るが、いつ酔っ払ってる。中でラベンダーを保存してたってことはないだろうが、ブレスレットを調べて、どちらかが落としたんだな。蹄鉄、かまど係に馬が買えるわけがない。服、ここで着替えよう。二人ともここにいた。道は合っている。もっと見せたいものがあるのか。それでも調べる価値はある。馬の死体を調べてみよう。死んでから随分経つな。蔵をかじったのか。近頃の式は何でも食うんだな。巨大な爪、この跡をつけたのが式ではない。蹄鉄がない。燻製小屋にあったのはこいつのか。頭がきれいに引きちぎられてる。
途方もない力だ。強力な怪物が襲いかかり驚かせたんだな。逃げ切れたならいいが。よし、手がかりが続いている。ここで途絶えなくてよかった。釣り小屋？よく調べてほしいみたいだな。誰？別の部屋へ行きなさい。何の御用で？人里離れた粗末な家だ。何もないし何も知らないよ。情報が欲しいだけだ。血まみれ男爵の妻と娘を探してる。誰一人来ちゃいないよ。通りがかった者もいないと。娘は中肉中背で二十歳ぐらい、母親は痩せていて40ぐらいだ。どうだ。夜に来たでしょ。ママ黙りなさい。その女性を助けたい。危険な状況かもしれない。息子は誰も見てません。子供だから夢を見たんでしょう。ではその夢について聞きたい。坊や、誰を見た？誰がここに来た？パパが女の人を夜に連れてきて手当てをしたんだ。怖い怪物の話をして戻らなきゃって言ってた。どこかはわからない。ママとパパが元気づけて服をあげた。ボロボロだったんだ。娘はどこへ行った？子供が教えてくれた。もうしらを切っても無駄だ。悪かった。彼女の父親の手下には見えないが。手下ではない。タマラと母親を探してる。無事に生きているかどうか知りたい。タマラは、うん、オクセンフルトの兄弟の家にいる。だがアンナ夫人はまた別の話で。どこだろうと男爵が住んでるクローパーチよりはマシだがね。なぜ？そりゃ殴るからだよ。アンナ夫人を殴ってたって意味だ。みんな知ってた。でも誰も止めようとしなかった。タマラの母親はどうした？私は古い燻製小屋で馬と一緒に待ってた。あの夜はひどい寒さで真っ暗で一寸先すら見えなかった。月が高く昇っても二人は現れない。悪魔にでもさらわれたかと心配し始めた頃にやっと現れた。そして一緒に川へ行った。いきなりどこからともなく突風が吹いて頭が飛ばされるかと思った。それにあの鳥ども、大群で木の上を飛んで耳から血が出るほどの騒音で。アンナ夫人は悲鳴を上げてかがみ込んだ。タマラは腕を掴んでひざまずいた。その時アンナ夫人の手に火の印を見たんだ。何の印だ？あれは、鉄で焼き付けられたような手のひらの内側だ。牛の焼き印みたいにか？そうだ。だがかさぶたのできた黒い傷じゃない。熱く光っていた。まるで火が燃えているみたいに。わかった。それからさらに暗くなった。誰かが星を消したみたいに。突然コオロギがみんな静かになって森からうなり声が。冷や汗が吹き出して息をつく間もなく森から怪物が飛び出した。納屋ぐらいに大きく角と燃える石炭みたいな目を持っていた。もう終わりだと思った。怪物はアンナ夫人の馬の頭を引きちぎり彼女を森へ連れ去った。俺とタマラお嬢さんの馬は驚いて闇雲に走り出した。逃げ切れた理由はそれだけだ。お嬢さんは母親のところに戻りたがったけど、うちの神さんが説得したんだ。
危ないからって。そもそもなぜ助けた？危険すぎる。タマラお嬢さんに借りがあったんだ。3ヶ月前息子が高熱を出した。もうダメだと思った。お嬢さんはそれを知って食料と軟膏を届けてくれた。うちは貧乏だ。息子を救ったのは彼女だ、間違いなく。俺自身には助ける勇気などなかった。だが妻が言った。今は戦いと蔑みの時代、人々が堕落する時代よ。善には善を持って返さなきゃ。何もしないのは悪事を働くも同然よ。聡明な女性だ。アンナ夫人を救えなかったことが残念だ。協力に感謝する。あのお姉さんはきっと大丈夫だよね。そうなるよう手を尽くすよ。ここでお別れだな。ありがとう、デア。平穏なる旅を。行け。の娼婦みたいにお仕置きされたようだな。当然だろ。どうどう、老子。上司のためウィッチャーの仕事をしてほしい。ウィッチャー向けのだ。わかった、話を聞こう。祈祷師は探していた悪魔を恐れぬ男を。万霊祭が近い、儀式を行わねばならん。時に呪われた魂をもが呼び覚まされる。ストーンサークルで奴らから身を守るのだ。そもそも必要な儀式か。時に人は大きな悔いに苛まれながら死んでいく。人生の苦しみに出会う前に死んでしまう者もいる。満たされぬ哀れな魂は悲しみの谷をさまよい続ける。聖者と同じ場所をさまよう魂をあるべき場所に送り出す。その儀式が万霊祭だ。確かにウィッチャー向けだな。分かった、手を貸そう。引き受けてくれると思っていた。時が来れば皆集まり始める。湖を渡りファイク島まで行くのだ。島にあるストーンサークル、そこで会おう。解決するのは早い方がいい。今夜、真夜中にやろう。覚えてるか？あの馬番か、火事の時の。決して忘れない。これを感謝してる。ウィッチャー、ちょっと話が。確か話すのは初めてだな。俺は兵士長と呼ばれている。軍隊時代の名残でな。フィリップ、つまり男爵と一緒に
テメリアに仕えていたんだ。お前に聞きたいことがある。なんだ？あの夜、男爵はみんなに扉の鍵を閉めて家から出ないよう命じた。お前と男爵は何をした？それは男爵に聞け。そういえば彼はどこにいる？庭だ。近頃はずっとそこに座ってる。酒は？いや、飲まず食わずで座ってるだけだ。そこにいたか。立ち葵が見えるか。スミレ色の花だ。ナザイルから取り寄せた。アンナが何かの話を読んでどうしても欲しがったんだ。花の世話をしている時のあいつはとても幸せそうに見えたよ。あとあれだ、ヒラヒラしたやつ。ゼリカニアでは楽園の鳥と呼ばれているが、タマラは楽園のドラゴンと呼んで大のお気に入りだった。デアがどの花を気に入るかわからないのが残念だが、あの子の魂が解放されてよかった。喪失感か。辛いだろう。だが、できることは何もなかった。いや、今はやめろ。これ以上は手遅れだったんだ。明らかにこの忌々しいベレンから全員連れ出すべきだった。この穴、この不確かな沼は何も埋めることができない。家族の情報を入手した。何か分かったのか？中に入ろう。外は少し冷える。何か分かったか？娘はオクセンフルトにいる。なんだと？無事か？元気か？安全なのか？なぜ連れ戻さなかった？依頼になかったからな。娘は安全なんだな。姿くらいは見たのか？いや、だが逃亡を手伝い、かくまった男と話した。タマラは無事だ。集めた情報からすれば、もう会いたいとも思っておらず、戻るつもりもない。愚かな農民など信用するか？助けたのが誰であれ信用するものか？本当に安全か確かめたいんだ。会ってこい。お前の目であいつの無事を確認するんだ。他の誰も信じるつもりはない。いいだろう。ありがたい。これは感謝の印だ。それからこれも役に立つだろう。それは？通行証だ。レダニア人がポンターの三角巣を制してからはこれなしでノビグラドまで行くのは難しい。お前には二人とも見つけるよう頼んだはずだ。アンナについては何か分かったか？まだ何も。だが痕跡を追ってる。それなら何をグズグズしてる？先にシリのことを教えろ。そういう約束だ。仕方ない、約束だからな。療養中のシリを狩りに連れ出した。乗馬でもすればずっと床に伏せていた体にいいと思ってな。